どうもー、バトヤンチャンネルでーす。クワバトのクスクス子育てママトーク。今回も前回に引き続き、私の大阪の実家でゲスト、レアシンでございまーす。はい、どうも。はい、どうも。ということで、はい、今回はですね、まあ、孫が今、うん、私自身が私が兄弟、私妹弟3人で、うん、で私子供3人、一番下が3人、うん、6人の孫がいてるやん。ああどう、子供、子育てと孫って全然違う？ほらじゃあどんな風に違う？まずな、うん、責任がない。まずよく言うやん。本当や、よく言うやん、それ、うん、責任がない、戦わいだけって、うん、まあ叱ることは叱っても、きつい叱り方できんからね、うん。それはしたくてもできへんの？それとも叱ろうとも思わないの？それはね、叱ろうと思わんな、やっぱり。ただ、悪かったら悪かったで、あかんよっていうのは言うけど、うん、もう手は出さんこと、出すとそういうことはないけどな、うん、ちょっときつめで、ダメでって言うだけでさ、うん、お前らにしつけしたような仕方はできんよね。やっぱりそうだと、やっぱコロッと変わるわね、孫っていうのは。叩いてしまったら、じいちゃんに懐いてこないから。懐い、うん、それもある、怖さもある。叩いたら懐いてくれない。うん、でも叩くようなことないじゃない。未だにね、全く、うん、やめてよっていうぐらいのことやから。そう、ただ俺の子供のリエとかナオミとか拓哉なんかは厳しく育てたと思うよ、うん、私だけやろ、私が一番厳しくない？私一番叩かれてない？昔の子育てってよく叩かれるやん。昭和はそんなもんやった。昭和ってな、今やったら虐待って言われるかもしれへん、分からへんけど、ね、あれはね、虐待ではないね、うん、子育て当時のしつけが厳しいな。まあ、それがなんでか言うと、私がまあお父さんと今こうやって仲良く喋ってることが虐待ではなかったんやろうなというふうに思うけどね。これがここで縁を切ったりさ、叩かれてお父さんと喋ったりビクビクしてたらさ、まあ、虐待かも知らんけど、うん、まあそれはなかったと思うね、うん。俺の気持ちは女房と子供作っていい家庭作りしようなっていうのが一つの夢やったけど、ほったらかしはいかんな思っとったから、あ、これはどうしたらいいかな思ったら、やっぱり一番上がちゃんとピシッとしとかんかったらな、下の二人もついてこんなというのがまずあって、下の悪いことした、悪いことで知れとる悪されたけど、3回言うて聞かなかったら、まずお前を叱っとったな。わかる。私は悪くなくても、妹と弟が悪かったら、とにかくお前がちゃんと教えないからでしょっていう。お叱りね。で3人座らして、はい、新聞紙丸めてね、はい、姉ちゃんお前じゃないかこらポンと。私はもう新聞紙の記憶が1回でね、あと全部してません。平手打ちですよね。どうですか、隣で見てた人は。平手は1回だけ。何回かあったっけ。一番ひどかったのは、ひどかったこの、 手の跡がな、跡がこのまま残って、パチンと叩いて残って、うん、で、あくる日田舎に正月帰って覚えてるわ、おばあちゃんがもうこんな可愛い孫たち、なんで叩くの、たくみちゃん言って、もうかわいそうにって、この子残ってんのって。お父さんにビンとされた手形をおばあちゃんが見て、見て鹿児島のな。こんな可愛い孫を叩くの言って、もうたくみちゃん、めっちゃ怒られて、おばあちゃんたくみちゃんだけ叩く。邪魔見ろ、怒られろ。いや、こんな可愛い顔を叩いて。うもうね、叩かれるのことしたんやろ、たぶん。すっごい覚えてるわ。たぶんな、ね。何したんやろうな。言うこと聞かなかったと思う。多分口ごたえしたなと思う、うん、小学校2年3年それぐらいと思う。小さい時は2年か3年ぐらい。なんか覚えてるのはね、ランドセルを片付けんと、玄関にランドセルボーンと置いて、そのまま行ってきますってすぐ遊びに行ってて、うん、ランドセルを片付けろって言われて、それで、そういうのはな、かわいい、怒られる。でもその時はまだお父さん帰ってないから違うの、うん、じゃあほんでお母さんが隠したんちゃう。ほんでお母さんが捨てたよって言って、なんで捨てたんとか言うて、もうまだまだわー言うたんちゃうか、うん、なんで捨ててんとか言うたんちゃう、うん、なお姉ちゃん片付けてんからでしょ言うてた時にお父さん帰ってきて、うん、で怒られたんかな、分からんけど、うん、お父さんすぐに怒らんよ。なんで確かにね、3回目で言うこと聞かなかったら、いたさればからすぐにバーンってやったと思う。いや、とにかく私はお父さんがすぐね、叩かれて、すぐっていうか、まあ、怖かった記憶もあるけど、今優しい記憶もたくさんあるやん。うん、ただもう、厳しかったっていうのがめっちゃある。あ、それはあるな。例えばやけど、みんな誰々のコンサート行くってなったら、絶対行かしてもらわれへんかったし、特にお母さん。そんなのはね、不良が行くところでしょりえちゃんだってみんな行ってるやん。予想
こんなんやってんの。怒った時お母さんモノマネこれ見てない、そっくりや、こんなんそっくりりっちゃんってこんなんだから絶対コンサートの皆さん、ほんで口紅もめっちゃ塗ったらあかん、お化粧あかん、ピアスもあかん、うん、ピアスしようかなったら、あんなのはね不良だよりっちゃんってこ不良って、ほんで今になってお姉ちゃんピアスぐらいしなさい、ダサいわって言われて、次はダサいねんって、あんだけ不良やからするな言うてたのに。その学生時代高校3年生までは化粧もダメ。そうやんな。そうよ。でもだから今からちゃんがさ口紅してお化粧してたら、うん、なんでこんなさせるんだろうと思って言われへんのよ。言ったらもうなんでさせるんだろう。そう、それはそれはしたいよ女の子だから。であれはおもちゃのあれだから分かってるけど、うん、いっぱい口紅してタグのとこ行こうとするからさ、あかりちゃんもうちょっと取ってパッパッパッてしてしてして取ってみたい、一生懸命取ってたけど、もうこれで向こう行ったらエミちゃんがなんて思うかなと思って心配した。なるほど。だからそういうのはね、例えば今でやっと言ってくれたけど、一番下の娘あかりが左利きや、うん、このお母さんがね絶対ダメよりえちゃん左利きは恥ですっていうか、いやほんでもう私もいろんな番組ね、それこそ NHK のすくすく子育てっていろんな先生に聞いた時に、昔の人はね左利きを絶対右利きに直す、左利きを絶対恥ずかしいことやっていう教育やったけど、今はそら左利きは左利き、行くとこもいっぱいある、右利き左利き何でも言ったら無理やりな、で言うたらお母さんとお父さんが今右を左の方が絶対いいって言われて無理やり直させられてんのと一緒なわけよ。うんうん、まあ分かる、分かるけどな、分かるけどやっぱり右がいいんやろ。右の方が普通やな。いや普通ってないねん。お父さんの普通は右で、あかりの普通は左なのや、うん、あの普通は毛生えてるから。それはな、字やねん。字まあしゃあない。そうそう、だから、いやだから分かる、だから昔の人の話と、うん、今の全然違うやんか。そうそうそう、ね、これはな、もう昭和のうちのじいちゃんばあちゃんが俺らを育てるときにそれにちゃんと教えて、そうだよね、左取ったらこらってピシッとこうやられとった、わかる、右って時代だよねやっぱりね。だから三つ郎なんかも左ぎっちょやったよ、うん、だけど今字書くのは右でちゃんと書くけど、投げるんは左や、そういうことやな、右で投げられる。サウスポー、まあサウスポーはかっこええわ、だから字が売るのはやっぱり右やったよ。だから多分字は多分右の方が書きやすいね、絶対に左よりも書き順は右利きで書いてるから。そうそう、だから私も初めに何とかして直そうといろいろ頑張ったけど、うん、直らんね、直れへんやん、まだおしゃないやん、そういうことなのよ、うんうん、直らんのは無理して直さない。でももう両親が納得してるからいいなと思ったもん、そのプラもこっちも折れなきゃいけない、折れなきゃというかそういうことやろ、このきついりえちゃんが、うん、納得してんねんから。そうそうそう、前だけど上手に子育てしてるやんか。まあね、お前のとこも、うん、まあ、上手にできてんのか。ただ一番長男だけがしっかり、いや一番お父さんが言ってた、とにかく一番上だけちゃんと育てといたら下がついてくるって言ったから、うん、上の子だけはちゃんとやけど、うん、まあ、厳しくも育てるけど、ありがたいことにそのこれはクスクス子育てという番組やけどね、うん、あの YouTube、 私 NHK ですくすく子育てで4年間たくさんの先生にお話聞いてきて、うん、それで育児させていただけたのがすごくありがたかったなっていうのがあるね、うん、あとやっぱりこのブログもやってたりファンの人たちの育児の話を聞いて、うん、いろいろこう失敗もしながら別に失敗してもいいんだなっていうことを思えたからさ、うんうんうん、絶対に正しい育児をしたいって思ってたけどできへんやん、うん、でもしなくてもいいかって思えるようになったのが今のところね。正しい育児ってないでしょ。ないよね。やっぱり経験していいことも悪いことも経験して、うん、いかないとね。まあお父さんの子の持ってる能力をな、うん、フルにやっぱり出せるような育て方したら一番いいんちゃう、うん、難しいんだよな。難しいのもね、それ孫には言えるけど我が子には言えた、お父さんがだからすごいと思うのよ。吉本行くって時にはもうしゃあない、うん、よし頑張れって言えたのが、うん、私が逆に今龍たちがお笑いになりたい、あれしたいこれしたいって言っても、うん、ああええやんええやんって言えねんで、うん、でも実際18、本気と就職決める18、19、20歳になった時に、うん、実はこれしたいって言って、ちょっと待ってよって何て言ってくるか分からんけど、うん、
でもね、賛成できんのかな。こんなこと言ったらあれだけど、うん、吉本でも、うん、東大4年間出て、そうや。言ってるじゃない、京大とか東大とか、うん、そういう親御さんってどうなんだと思ったらさ、すっごい嫌やったと思うよ。すごいよね。すごく嫌やったと思う。結構言ってるでしょ。言ってる。あの頭いい人たちね。京大ね。うん、京大ね。うん、吉本を批判するわけじゃないけど、そうだよ。だってやっぱさ、あの頭いいとこいい企業に就職すると親はもちろん思ってるでしょ。それが吉本って言ったらお笑い芸人って思うのがまず嫌だよね。わかるわかる。すごいね、親の考えたらね。一番いいのは、うん、あの親がその子供の人生をな、合わせこうせって決めるわけじゃなしに、子供は自分の人生をやっぱり間違っていこうとした時に踏みとどまらせるのは親の仕事であって、うん、私はこういうのしたい、ね、したいんやわ、お前どういう気持ちでしたいねんって聞いて、あなるほどなって納得したらな、あ頑張らんかいってこうしたらいいね、うん、あ頑張れ、お前に劣ると思うでとかな、うん、この逆に持ち上げることをしたらね、その子も今私3兄弟、私こういう仕事、うん、妹は保育士、うん、で弟は、自分でお店やってます、うん、リフォームのね、うん、でみんなそれぞれに自分のやりたいことを見つけてやってるやん、うん、それはすごくなかなかできるようでできへんことやなと思ってて、それを何人一つ反対せんかった。お父さんが一番、まあ、私以外の下の子も兄弟、拓也やったの。拓也、拓也がいろんな会社3つぐらい変わったんやけど、一番大変やったのは使われる身で、勤めとる会社からちょっといじめ受けたりしとって、ほんであの時ガリガリになってたな、精神的にも。帰ってきてもうちょっと向こうで泣いとったんやけど、ほんだらお母さんが「もう拓也がなんかおかしいからそれを見てあげて」って言うから、あ「拓也どうした？」って言ったら「どうなんや、こうで泣いたから、おっしゃおっしゃ」って抱いて。お父さん後ろから抱きしめて、たくやぐーっと、うん、まあお父さんとちょっと山でも行こうかって言ってな、山連れて行ってこう二人で車で運転しながら、あのたくやが、あお父さんこれええな、こういうのすごいええなとか言って、自然が好きやないと、でそれでしながら、今の会社どうやってこう聞いとったら、もう大嫌いや、やめたいの今すぐでもって言うから、そうか、今勤めてなんぼやって言うから、まだ半年ならんって言うから、よっしゃった、いやでもな、すぐやめる、ケツ割るのは誰でもすることやから、お前はとことん1年頑張れ。そこに最低あと半年ね、あと全部で1年は勤めろと。もう歯を食いしばってでもいいから1年、何を言われても頑張れ。1年経って、やっぱり合わんなと思ったら、喜んで手を振って帰ってこいって、やめて帰ってこいって言うから、本当に1年目でね、お父さんやった。やめたぜって帰ってきたよ。俺は。やったなって言うとだけ。よかったなって。出してこい、うん、よかった。今度帰ってきても出してきたぞって、うん。でもそれをまあ作ってくれたら親やな、お父さん。でも普通ならさ、親って何考えとんねんとかさ、大学も出てな、こんな子なんで、うん、何考えてんねんってよく普通じゃない。でもお父さんはちゃんと聞いてあげる。それすごいと思う。それが素晴らしいね、お父さんね。だからさ、リエはリエで、タクヤになんかその会社の先輩にいじめ受けててみたいな。うん、うん、そうなの。でな、聞いた時に私が取った行動、うん、誰やそれ、そ電話番号言うて名前言うてすぐお姉ちゃんが言ったるわ言ったら、やめてくれ姉ちゃん関係あれ言ったるって言うて、ナナミと拓也に止められて、余計欲しくなるからって、ほんなしょうもないことすんねん、そいつがもう名前も言いたいぐらいです。すっごいしょうもないことすんの、もう学生乗りの、こんなしょうもない、ただな、もう話、仕事できへんわ、多分そいつ。だから、いじめっていうのは、やっぱ、拓也ができるから仕事が。そう、ちょっと仕事できるからいじめられてんの。で、そう、拓也が取ってきた仕事を、その先輩が自分の名前でファックス本社に送るんだって。でも、拓也、なんでって言ったら、いいね、お母さん。俺は、会社のために働いてるからって、うん。帰ってきたら、その、あの、なんていうの、ロッカーあるじゃない、一人一人の、うん、その宅のロッカー全部机にボーッと置いてあったら、そうそうそう、ね、それでいろんなこと聞いてね、これは腹立つね、そいつ、ね、多分今その人もいてないと思う、でも今は拓也社長です。そうなんです、人を扱ってます、何人も頑張ってやってます。だから、だから私思ったのよ、半年目で拓也がな、もう仕事つらい、辞めたいって時に、私やったらもうやめって言ってまうなと思ったの、うんうんうん、それを最低1年あと半年頑張れって言えたのもすごいし、うん、今死にたい、やめたい、でも半年頑張ったのが拓也にとったら今があると思うのよ、うん、だからな、うん、私もいろんなことがあるけど、
そんな一番下の拓也が一回仕方辞めて、うん、その間しばらく何もしてなかったから、うん、あの歌うまいから歌手になりたいみたいな言ってなかった一時期。あ、歌うまかったよ。言ってたのよ。ほんで、私未だに覚えてるけど、うん、ギター教室習うって二十歳過ぎて。ギターも買ってた。今からギター習うのって言って。ほんでちょっとこっからチャラリンって聞こえてくるわけや。なんでパッと開けたら西日、うん、西日でこう刺しながらギター教室で習ったんやろな。うん、お馬の親子は、お馬の親子熱唱してる時に涙出た。無理やって今から歌手は。お馬の親子から始めたら無理やろって思ったのよ。ただそっからまたいろんなことやって今があるやん。そう、いろんなことしてきたなのか。あの子だから一番頑張ってると思う。だからあいつ、うん、あの夜中の仕事中央市場もやってたよな。あの時はつらかったわ、お母さんも。なんで大学出てさ、いい大学出て、なんでこんな中央市場人が寝てる時働くわけ。あ、朝早く出てくって。そうそう。だけどあいつはちゃんと自分で夢を持っとって物を作るのが好きやった。そうやな、物作りが、うん、だからそういうしながら青山に行って、で辞めて、疲れて辞めて、次江坂の方にヘッドハンティングされたよな、うん、で行って、そこで頑張って、もう自分で独立するって言って、で、その時に、独立する時に、恵美ちゃんと知り合ったよ。私な、多分龍之介がお腹おる時ぐらいに、ちょうど今の奥さんと電話してんねんけどさ、布団かぶってこうなってるねんで、もう声が聞こえてんねん。あ、彼女おんねんやみたいな。あ、そう、うん、その人と今結婚してんのかな。でも、エミちゃんがタクヤにもビタブレたから、ね、ビタブレたな、うん、今でもそうやな、うん、見てたよ、から奥さんがちゃんとしてくれてはる。そう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 、本当にタクヤのこと一番分かってくれてる。そうそうそう、いいとこも悪いところも。そう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 、本当に、まあ、感謝です、うん、はい。エミマにあのお前もそうやし、エイちゃんと知り合ってここまでなったんやけど、タクヤはタクヤでいい伴侶がおって、うん、ああいういい感覚になってきたと思うね、うん、いい家庭になった、うん、でもね、ナオミはナオミでまだいいとこはね、本当に3人が3人ね、よかったな、ね、自分の道を選んでね、もう何も心配する、うん、今のとこはね、ほんとに今のとこはね、やるのがどうなのか分かれへんけど、親が心配かけてるだけで、もうほんとにいい子に育ってます。ありがたいです。だから本当にいつも思うけどな、うん、人生なんちゅうのは本当に山あり谷ありでね、平坦な道は一切ないから、もうこれはもう分かる。絶対なんだかんだでめちゃくちゃ苦労しております。うん、しとる、はい、しとるけど、しとるからお父さんは今気持ちよく生きていけると思う。ほんでやっぱり地域の人とこんなに仲良くなって、やっぱり、笑顔っていうのは大事だなっていうのも、私笑顔だけではいかんから、たまにはきついこともパチンって言うけど、みんなの前でもね。でもマンションではモテモテです。本当、外面よしおくんでございます。外面最高ですわ。よかったわ。じゃあこれね、最後、クスクス子育てママトーク、うん、最近赤ちゃん、まだ0ヶ月の赤ちゃんを、うん、今抱っこしながら見てくださってる方もいるかもしれんし、うん、それこそお二人みたいにお孫さんが大きくなられた、うん、いろんな人見てくれてると思うんだけど、今育児が大変だなと思う方に、うん、何かありますか、大先輩から。まあ一番しんどい、しんどいと思うだからな、子育ては、うん、しんどいかもしれんけど、もうちょっとの辛抱や、子育てなんていうのは。いや、それが最長はもう大変やな。大変かもしれんけど、うん、それはみんなそういうあの思いしながら来てんの、うん、あの上を見たらキリないし、下を見てもキリないし、うん、みんなそれぞれ苦労してやってきてんねんけど、うん、今は一番しんどいかもしれんけど、こういう時は楽しいかもしれんっていうふうにね、うん、考え方変えたら、あのまた違う子供のあやし方もできるし、育て方もできると俺は思うねんけどね、うん、まあ男の親は嫁はん任せにしてはいかんし、うん、嫁はんがしんどい時にはやっぱり話聞いてあげて、子供のしつけに関しては、うん、男親として毅然と最後は子供にを叱責できるぐらいのお父さんになっとかないかんとかな。もう常に怒るんじゃない、うん、お母さんが1回言うて聞かん子、2回言うても聞かん子、3回言うて聞かん時にお母さんはお父さんに絶対言うてくるから、もう何ともならんわ、お父さんちょっと言うたってってなった時に、1回目2回目もお父さんも同じに聞いとかないか、お母さんの怒り方を、うん、子供っていうのはその
すぐ相手を見るから、その時の3回目の出番が親父の出番やねん。その時にちょっと来い、何回言うてもわからんのかお前たちはって言って、ビシッとこう叱るっていうことね。手は出しな、口でちゃんと教える、叱り方を教える、うん、そういうことをちゃんとしたら子供はほんと思うよね。まだまだ小さい子供って知恵がないから、うん、だから知恵はそういうふうにだんだんと、あ、お父さんはやっぱり怖いな、だけど怒った後にはちゃんと聞けよと、こう優しく抱きしめてあげるっていうこと、うん、そうしたら子供はちゃんと言うことを聞くようになる、いい子になるよ。見逃しとったらいかんねんね、大事なところは。見逃して放置して子育てしたら、その子は大変、将来がやっぱ心配な子になるし、なんともならないようになるから、それは親の子育ての責任やとお父さん思うから、その小さい時にね、せめて幼稚園までの間にちゃんとした子育てしとったら、なんとも心配はせんでいいと思うな。幼稚園と言いましたけど、ま、私はね、18までは殴られておりましたっけ。どうです、20歳を過ぎたら一切手渡しております、はい、だから幼稚園と言ってましたけど、20歳まででよろしいですか。いいですね、もう、はい、20歳までそこまででしましょう。ということで、4週にわたりいろんなお話を聞かせていただき、はい、ありがとうございました。あの、本当にいい、わけもわからんような話になってしまったと思うんですが、あの、喋れたこといっぱいあったんやけど、うん、整理して喋ってないからね。うん、じゃあまた、来年。また何かの時には。でもね、子育て、子育てって言うけど、ね、私なんかの時代と、例の時代とまた違うから、うん、そうだね、私は今の例の子育て見てて、すごく素晴らしいなと思って。うん、子供のやりたいように話しとるけど、だけどまあ、怒ることはちゃんと怒ってるからいい、まあ。そうそうそう。すごい上手に育ててるなと思って、ものすごい感心してます。いろいろ学ばせていただいております、お二人から、ね、そしてもう 今のこの幸せは私のお二人のおかげだと思っています、うん、本当にそれをおっしゃるならあなたのおかげ。いやいや、私のおかげ。何をおっしゃる。いや本当に私はいつもね、今ボイシーっていうのもやってるし、まあ、二人聞かれへんねんけど、うん、やっぱりお誕生日生まれてきてくれてありがとうやけど、うん、本当に生まれてきてくれて、お父さんとお母さんが生まれてきてくれたことに感謝してありがとうございます。いい子に育ってくれて、いい子に育ってます。かわいい孫も3人おって幸せだよね、うん、そうや、まあいい正月迎えられたし、うん、いい本当の孫がびっくりするぐらい大きなって、うん、3、4年前と違って、うん、こんなにいい成長したんやな、身長だけじゃなしに、精神的にもね、うん、言うたらみんなでさ、こんな七並べやるとかさ、数年前はできへんかったやんか。だからぜひちょっと言うたら、長男が結婚式には出てくれるぐらいの健康で長生きしていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。ということで、私の両親4週にわたっていろいろお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。